松平なりは、江戸時代前期の武将、大名。下屋国板橋藩二代藩主、三河国西尾藩主、丹波国亀山藩初代藩主。親清流、小牛松平家四代当主。松平一世の長男として誕生。母は、松平忠明の娘。慶長九年、父が死去したため、その後を継いで、下津板橋一万国を領した。 慶長19年、大久保忠智加海駅の連座で、里見忠義が海駅されると、その城受け渡しと破却を務めた。同年冬からの大阪冬の陣では、小田原城の守備を、翌年の大阪夏の陣では本戦に参加し、支給を12個上げたという。元那3年、三河西尾二万国に数を違法された。元那7年、さらに2200国画をされ、 合計22,200国として、丹波亀山に数を違法された。寛永三年、徳川秀忠、徳川家光氏の上落に突き従った。寛永十年九月十六日、四十歳で死去した。家督は、次男、忠明が継いだ。法名は未樹院殿閣保まれどままか鉄おこじ。最初は、深川の法膳寺に葬られたが、後に、小石川殿通院に改装されている。 徳川家康の養女を聖室として、亀山藩主の時に迎えた。聖居は、寛永6年11月21日。県代らでら改め旧正寺に、旧正院としてある。成し以来公議行事、祝いごとにおける三つ葉青い門の使用を認められる。ありがとうございます。